1年目の前半戦はレギュラー格で活躍も、中盤からスタメン起用がかなり減った福永選手、大島選手がスタメンでずっと使うべきというふうに語る意義は何なのか、そして打撃が現在大幅に向上していて来季大ブレイクの可能性ということで見ていきましょう。福永選手は昨年のドラフト7巡目、支配下登録という枠で見ますと12球団で最下位での指名となりました。入団の時はサードがメインというふうに考えられていて、最初のノックもサードで入っていたんですけれども、キャンプであったりオープン戦で二遊間セカンドだけでなくショートも経験すると、そういった流れになりました。やっぱり二遊間の選手なかなか決めきれないというところもありまして、いろんな選手の可能性をというところでしたね。福永選手は守備よりもどちらかというと打撃面で猛アピールを見せて、なおかつ二遊間の守備もまずまず守れるぞというようなことで開幕スタメン勝ち取りました。6月の最後までは OPS0.6 後半っていうのを維持しているような感じで、もういきなりレギュラー取ってこのまま行くかというふうに思われたんですけれども、7月から失速してしまったというような感じになります。トータルの成績で見ると97試合の出場で2割4分1厘、ホームランが2本、15打点、出塁率2割8分9厘、 OPS612 という成績になっています。失速してしまったバッティングもそうだったんですけれども、セカンドの守備にもちょっと課題が見られまして、中盤以降はドラフト2位で入団して守備賞もセカンドかなり高い村松選手の起用っていうのがかなり増えてきました。まあ、ただ福永選手はもともとドラフト7巡目指名というところでの入団ですから、その期待を大幅に上回るような成績を残して、契約更改でも大きく給与をアップしました。単打率で見てみましても 73% ということですね。二塁打を中心に長打も打てると、まあ、ここが大きな特徴ですね。やっぱり中日の現状の二遊間、例えば村松選手とかリューク選手か、まあ、単打率も9割前後というような感じになっていますので、やっぱり長打が打てるセカンドっていうのはもうそれだけでかなり貴重ですよね。二遊間のレギュラーっていうのが、まあ、結局決めきることができずにシーズンを終えてしまったわけなんですけれども、まあ、そういった意味で福永選手への期待っていうのはかなり大きくなります。では続いて大島選手が福永選手の打撃を絶賛しているということで見ていきましょう。大島選手がラジオで前半に頑張っていた福永を1年間セカンドで使ってほしかったというふうに語っていたんですね。守備は上手くなるし、1年出たという経験をさせてあげた方が良かったかなと。そしてバッティングはまっすぐに強く右方向に打ててすごいと、あとは対応だけというようなコメントっていうのもありまして、大島選手はこの福永選手に対してかなり評価が高いということがわかります。やっぱりルーキーながらいきなり開幕スタメンでしたし、まあ、そこから数ヶ月ではありましたけれども、まあ、いきなりプロの一軍のレベルに対応する活躍を見せたというような流れになりました。立浪監督からはやっぱり守備面の課題っていうところがまあ明言されていたというところもありますけれども、やっぱりこの大島選手がまっすぐに強いというふうに評価している通り、ストレートの打率だけを見ると1軍で3割を超えているということで、かなりストレートには強い選手なんですね。直球への対応は天性のものというふうに語っている選手であったり OB の選手も多いです。まあ、鳥谷さんなんかもそういうふうに言っていて、まあ、変化球への対応っていうのはプロに入ってから、まあ、徐々に慣れていって打てるようになっていく選手っていうのは結構多いけれども、ストレート苦手な選手がストレートを克服するっていうのは、まあ、相当難しいと、まあ、天性のものがあると、そういったことを鳥谷さんも語っていました。なのでストレートを、まあ、いきなり1年目から打率3割超えたっていうのは、まあ、本当に大きく評価できるポイントだと思いますし、まあ、ここからの活躍っていうのが期待される選手ですね。そしてレギュラーを長年務めてきて強い時の中日も知っているこの大島選手が高く評価している選手ですから、やっぱりこれからの飛躍っていうところを期待したいですね。そして福永選手はやっぱり変化球打ちっていうところがまあ課題になっていて、それは福永選手本人もすごく、まあ、そこについては課題意識を持っていて、この部分の改善っていうのをすごくテーマとしてこのオフ取り組んでいるという状態でございます。まあ、さらに打撃を改良しているということですね。福永選手の打撃が大きく進化しているというところで見ていきたいと思います。福永選手は6月まではやっぱり OPS0.6 後半を起伏していて、まあ、開幕からかなり調子良かったわけなんですけれども、7月は打率が1割8分9厘、そして8月は0割台ということですね。大きく失速してフィニッシュしてしまったというシーズンになりました。なのでやっぱり来シーズンへの印象っていうところで見ると、まあ、ちょっとバッティング厳しいのかなとか、まあ、そういった見方もできなくはないですし、やっぱり不安の残る形でのフィニッシュとはなってしまったんですけれども、秋のフェニックスリーグでは大活躍を見せています。16試合出場して打率が3割2分7厘、打点が8つ、出塁率4割6厘、 OPS824 と抜群の成績を残しています。そしてこの期間2塁打もやっぱり3本出ていまして、フェニックスであったり2軍レベルということであれば、もう圧倒的に成績を残せるというレベルまで来ています。シーズン中も2軍での成績っていうのはやっぱり高い数値が残っているんですね。
そしてこのフェニックスの短期間でしっかりと結果を残せたこの裏には課題である変化球打ちへのアプローチ、ここがうまくいっているというようなものがあります。福永選手は1軍では変化球で攻められて自分の形を崩されていった、変化球を狙って打ちに行けるようにしたいですというふうに語っておりまして、しっかりとそういった変化球も捉えることができたと手応えを語るような試合っていうのもこのフェニックスリーグ中は結構ありました。1年目、いきなり開幕戦から出ていって、しっかりと結果残せたけれども、やっぱり課題とか、相手投手から研究される、バッテリーから研究される、それで重要な場面で変化球とかで、すぐ打ち取られてしまうとか、そういったケースが結構目立ったわけなんですけれども、そういったところに2年目に向けて、しっかりと改善に取り組んでいるというようなフェーズですね。しっかりと一軍での課題が、現在改善に向けて取り組まれているということで、2年目の飛躍っていうのが期待できそうですね。ストレートの打率が3割を超えていて、なおかつ苦手の変化球というところに対応できるように、今ずっとトレーニングに取り組んでいるというところですから、この変化球に対応っていうところの率が上がってくれば、打撃成績も全体的にものすごく大きく向上する可能性があるという段階ですね。では続いて福永選手が来年大ブレイクの可能性ということで見ていきましょう。福永選手が大ブレイクするにあたって、やっぱり課題としてまず一つセカンドの守備が挙げられていて、ここの改善っていうのがすごく重要になってきます。サードでの守備賞っていうのは高かったわけなんですけれども、セカンドでの守備賞は大きなマイナスを叩き出してしまっています。ただですね、堂上コーチと二人三脚で徹底的に守備力の向上に取り組んでいるというような状況でございまして、来シーズンに向けて守備力の向上が期待できます。大島選手も守備は上手くなるっていうふうにも話していましたし、社会人時代もそうですし、アマチュア時代、学生時代もそうですけれども、セカンドをずっと固定で守ってきた選手ではないので、やっぱりセカンドの経験をこれから積んでいって、セカンドでのノックとかもたくさん受けて試合も出てというところに取り組んでいけば、間違いなく上達もっとしていくと思います。立浪監督はやっぱり二遊間は守備力というふうに語っているだけに、守備力の向上っていうのがレギュラーを取ってブレイクするためには必ず必要になってくる条件になります。現状の二遊間の選手の中では、カリステ選手が一番ホームランも打てるし、バッティングとしては成績残しているんですけれども、2番目に打力がある選手が現状福永選手というような状況になっていますね。リューク選手と村松選手、かなりスタメン出場しましたけれども、OPS としては 0.5 を割ってしまっていると。福永選手の守備が合格点に到達して、セカンドで1年間試合に出場することができれば、チーム全体の OPS の向上っていうところにかなり大きく貢献してくれると思いますので、やっぱり福永選手が最低でも守備賞プラマイゼロくらいのセカンドの守備っていうのを出せるようになってくると、かなり起用法っていうのも変わってくると思います。そしてもう一つ課題としては、得点圏打率が1割ぐらいしかないということで、重要な場面で結構抑えられてしまったという課題があるわけなんですけれども、やっぱりここに関しても変化球打ちっていうのがしっかりと取り組んでいるところが上達して、変化球捉えられるようになっていけば、変化球で攻められても対応できるということに加えて、得意のストレートを投げられる時っていうのも得点圏で増えてくると思いますから、そういった意味でブレイクの可能性があると思います。以上です。